はい、はい、よろしくお願いします。決勝戦ということですね。多分見てる人分からんけどこんな感じになってます。米崎プロが、時間の都合でお帰りになりました。失礼します。花がない感じで決勝戦が、朝ピンと加藤さんと、黒岩さんですね。黒岩ジョッキーと3人で始まりますんで、準備の方はよろしいでしょうか。お願いします。SDA は敗退ということになりました。残念ながら結構2回戦に次につなげるいい麻雀をしたんですけど、ね、いやいや、ほんま加藤さんが強すぎた13万点のトップとかありえへんすかね。あ、悲しの麻雀でやっぱり13万点っていうのはなかなかすごいですね。ここはでも加藤さんがそのままの勢いでいくんかな。パンパイ、あんこから、さっきの回は朝ピンがちょっと下り坂やったからね。 SDA のままになっちゃってますね。ほんまやね。朝ピンさんも回が悪くはなさそうです。親が？親がこれ SDA だったけど、黒岩さんですね。黒岩さんね。ですね。はい。リーチ入りました。入りました。サブロース。が山に4枚いてるのかな。5枚ですか。5枚行き、4枚行きですね。4枚ね。あとまた加藤さんのちょっと育ちそうなチートイに行きました。チャンスが4枚かぶった。声が飛び、これは2人とも上がれそうにないんかな。そうですね。これはさすがに朝ピンさんの4枚おろし積もる可能性が高い。ただこの14枚残しがちょっとミソですね、ほんまに。そうですね。ボールをも取っても折れへんし、ワンパイに全部死んでしまってるっていうのも全然あるところですね。つまり九州、九州、さらに九州。これは大将、加藤さんはもう残り枚数的に厳しそうですね。残り積もが4回。なかなかやね。そうですね。大体そういう時あの配定前ぐらいに積もったりするんやけど、ね。流れたかって安心しとったらもう積もられるパターン。いや流れそうですね、さすがに。加藤さんがちょっと時間があったら復活しそうなのが怖いですけど。アピンペイないよね。水も単用だけか。そうですね、年単積もで。流れた曲です。2枚死に、これ流れるのもちょっとしんどいですね。これまでの先も打ってみたけども、あの親番大事やから親で上がれんかったら辛いね、ちょっと。そうですね、うん、親で上がれればやっぱりドボンがないんでどこまででもいけますし、
加藤さんの方からね流れて一本馬名札が訂正されました。いいですね、トントン統一の。これはさっきの点数はもうフラットになるんですかね。持ち越しではないですね。そうですね、0-0-0ですね。今の皆さんゼロの状態から始まってます。難しい、何かな、ウーピンかな、ウーピン、あーイーピン、チートイツの身を残したかも。お、伸びた。これでタニヤオになるんだろう。あ、トン残した。そうなの、タニヤオせへんかったね。このトントンはまだ全部山に残ってますね、うん、2枚とも山やね。重なった。はぁ、ダマです。まあリーチいかんでも全然いいね。そうですね、親のトントン、ヤンサブローピン、サブローピン、うん、とカンウーピン、カンウーピンですね。これはあナイスダマ。トントントン日丁三丁、三丁の漫画ね。トントン三丁、はい、いやペーがあるわ。あーって三丁か、三丁ローソーペーペー、カー流れそのまま。加藤さんいいですね。サクッとトントンダマでトントンドラさん。先に主導権握ったらだいぶ楽になるからね。そうですね、やっぱりここまでの展開で黒岩さんもアサンピンさんもちょっと加藤さんやっぱり、まあ、マークするからね。けど黒岩さんがいいシャンテンも、シャーチャーなんで両方効いてますね、白もシャーも。あれアサピンさん、おっとテンパった。ヤンソン30メリッチ、こちらもペン酸素テンパイ、カンローピンなんか飛んでいった。5枚、ヤンソン3枚折り、3枚この順で3枚、ちょっと薄いか。カンロカンパーピン、イーペーコー、加藤さんはプッシュ。あお、こういうとこよね、アサピン渋いですね。枚数方向一緒ですね。顔つったら笑ってるんかな。ドヤ顔が見れますね。でもハンちゃん3回するんよね。そうですね、ハンちゃん3回、まあまあまあね、2回目ぐらいまでは普通に撮ってもね。そうですね、黒岩さんはちょっと展望が心もとなく、でもまだ親残ってるんで、うん、今からトン3曲、親はアサピンさん、キャスワンコって。これはスッとテンパラス。もういいシャンテンね。そうですね。ヤンウパーソとローキューピン。ヤンウピン。ヤンウピン。ヤンウピンと。だいたい何引いてもいい形に変わるか。悪い時はパーピン引いてカンローピンになるんじゃないか。だいたい。なかなか入ってこない。そうしてる間に加藤さんが一応いいシャッティング。おお、これは受ける枚数でウーピンですね。
ロスランかロスイってサブの9層が1ないか薄いな。高めの9層がまだなかなかスッとは、あ、高めの9層切られちゃいました。加藤さん一応関数ビンテンパイテンパってた関数層テンパイですね。いっちゃった。ビーチ関数層、関数層はそこそこいけるんじゃないかなこれ。2枚、山に2枚ですね。朝ピンがなかなかテンパらない。これさっき言ってた悪いやつですね。お、高めけども短期なやつ。チーピン切るかパーピン切るか。いやこれ想像もう一回切るんちゃう、切れへんかな。嘘あたりを厳しいな。でもなチーピン短期でテンパイドリー、もうシャンプーだな。積もった。なんと渋いなこれ。なんとやね、積もいついちょう。マンガン前回カンパーピン、今回チーピン短期すごいです。あ、ハネマンツモイツ一丁じゃないか。あ、ペイが3枚。ツモイツ4丁ちょっと抜けてぼうだね。これはなかなか あれもドボンがないんで全然皆さんまだまだチャンスがあるところです。稽古の具合どんな感じ。アサピンさんがカンチャン短期何でもツモ上がってるところです。仕掛け本一仕掛けですね。他のところがいいつもり。全員加藤さんもソーズのそのテンパイ入りました。カンローピンローピンはないんか。1枚だけあんこやね。あんこ、あって見たら加藤さんが強いんかな。これ竹いってる分チューンの缶、果敢ですね。シンドラ、イーマン。ただ朝ピンなんでね、この缶ローピン引くかもしれないしね。ありますね。いい感じなんで、今カンちゃん短期と5か7引いて、受け替わるかもしれないですね。7はないか。じゃあね、竹に変えたらパスクソ残したいとこやもんね。酸素天杯、酸素が三山。これはアーピンの天杯ね。アーピンいくかな、いくね。不敵にもアーピンのピン対ペン酸素、ダウンピンはいてるね。結構います。1、2、3、4の4枚いてる。即ウーピンなんです。ビー速、ペ、ビー速ペ。黒岩ジョッキーがちょっと息を吹き返しました。上がって親を引いて、でこれから何一曲。重そう。
突き目ましたね。ペイに今行きましたね。小岩さんはあまり変わらず、アソピンだけがいいシャンテかな。そうですね、こちらもただ受け入れはちょっとまだしんどそうです。お、うん、嘘あんこになった。嘘があんこにちっといいシャンテンからの無理やね。からき、ここで3ピン引きました。これはリャンカン受けましたね。1、3、5。アサピンもまだテンパらず、うん、そう。加藤さんも一応ポンテンの形になりますね。あ、なんでポンテン、なんなんですね。1ピン9番。これは、うん、うん、アサピンこれでも黒岩さん数ピン入ると、これはカンパーピンに取るかシャンパンの名前か、なん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 、いつ5取りましたね。アソピンが徐々に、お、あ、これはちょっと行きづらい。いいマンですね。カンパーピンが空やね。薄いですね。いや、空や。一数ピン。山にはなし。山なし。お、ペン三ピンの方に。ペンカン三ピン。ペン三ピン1枚いてるんかな。そうですね、1枚。そうですね、まだ1枚山に。アサピンはイースーピンウーピンみたいになってんの。あら、これはあらだだだだイースーピンテンパイ、アサピンさん、はい、イースーピンテンパイ。ただこれはどうなるか、変わらず加藤さんはさすがにアサピンさんのケアに、あともう一回ね、ペイからのハイテイになりました。テンパレズなんか仕掛けられてポンカス。アサピンさん一数ピンテンパイ、このテンパイも大きいですね。これは親は流れ、流れますね。流れます、はい。これは辛いですねただテンパの遅すぎたね。そうですね、ハイパイ時全員結構スッとテンパるかなっていう感じでしたが、これで今から流れて何曲、親は加藤さん。加藤さんはいいですね、泣けるファンパイがずっと大体トイツもしくはあんこで これでも今日これ遊びに負けたら、あの本戦は加藤さんが行くんかなこれテンパイ、カノーソテンパイ入ってるもん。リリー行かない、リリー取らず、まあまあ行かないわね。そうですねいや、どうでしょうね、このチャンタぐらいに変わる。ああ、そうですね、うん、チャンタ、行って変わりチャンタですね。急走、うん、でもパー走でもどっちでも。あ、本一行った、本一に走りましょうこういうの好きよ俺、メンツを落として本一走るみたいなね。なかなかおしゃれ、サンマですね。おつも次第で何とでもなるからね。ソーズ入りました。一応ソーズと自配で。ピンがちょっと厳しいかな。これどうでしょう。どこが欲しいでしょうかね。とりあえずロース。あ、おっと4枚目のチーソー。これでいいシャンテンです。いいシャンテン。うん、
1,2,3,4,5,6 トン、どれが来てもチート4枚使いもあるんで、そっちの方向もチート4は、うん、あまりちょっと行きたくはないですか ね、ここまで来てチート4は、まあ、スーソローソー引いて、ね、どうでしょう、スーソー引いてトン落としていくかもしれないですね。でもいやここまで来たらどうよね、スーソー引いてサブローソーの撤廃、トン入るのが一番迷わずで済むでしょうけど、ローソー入った、もうスーチャーソーペンスーソーやね、スーチャーソートンか、トンですね、あ、いい気きましたね、トンが朝ピンが1枚持っとったんかな、そうですね、1枚あのチート入れ受けれそうです、スーソーは山2枚、スーソー高め、怖い、3ピン怖いこれはちょっと行きづらい、朝ピンからのトンは出ないから、また流局になるか、あ、トンもこちらに、もうピンズのバラ打ちですかね、まあまあ、これはお、ちょっと復活しそうですが、復活しても最終トン短期になるので上がり目はなさそうです、これはスーソーがまた2枚いてるんだけどね、そうですね、黒岩さんがスーソーで積も上がるか流局か、ここはちょっとバシッと積もってもらいたいですね、展望的にも、裏1枚乗ってペイがあるんかな、ペイがなかったら裏乗ってバイマンが、あーでも流れは2枚ありますね、もう積もったらバイマンやね、あと1回転1、あ、そうそう、でも2枚も沼だ、これ裏ローソーなんかいたらちょっと楽しいんですけどね最後バチッとお願いローピンちゃん流れちゃったか、これは次が背景になりますかね、うん、これそうですね、これが背景です、流局、いやー積もっておきたかったですね、やっぱ14枚残しきついね、そうですね、これ山に数層2枚眠ったまんまで、うん、最後はサピンのつもりなかったら2枚死んでるね、そうですね、これで、2本馬なのかな、流れて流れて3本馬です、3本馬だ、オーラス3本馬76,000点持ち、トップは硬そうですね、さすがにオーラスは選択かですね、うん、トップのみ上がり読め選択可能ですね、これはどうでしょう、ちょっと上がったら続行、まあ、上がればしますかね、うん、加藤さんからちょっと羽マンくらいバシッと上がれば何の気兼ねもなくちょっと続行したくなるところです、ね、いやしないでしょ固ピンで大きいですもんね、ポイント的にも、うん、1回戦ですね、条件もないし、とりあえず独走ということで多めの貯金を持って、もう全員竹寄りやね、これはここからまだ第3ゲームまで見てるかなこれはどうでしょうね、メイン本チート以外がとりあえずは何から、加藤さんはまだちょっと方向性に悩んでるところですか、ペイヨさん嘘また悩ましい、あもうでもこれは行きやすい日も面接できたから、もう本一で急走、うん、加藤さんもイーシャンテンツ、おーカンパス入った、イーシャンテン、トンチュンの居所、こちらもイーシャンテン、全員イーシャンテン、テンパりました、青スーピンリーチ行きました、おっと青が浮いている、あの青は出るね、スーピンも即づかみ、とりあえずはパーピンから、これはもしかして、はい、あー出たー、リー青リーチ青リーチ青でんでけでん、はい、
3900ですか。おわおわ、うん、終わりましたね。終わりましたね、はい、片ピンで点とマイナスの何本なのかな。これこの支払いは終わってますかね、うん、ピンってチラッて上さんが 36.8 25だ4 51.8 のマイナスかな。黒岩さんが 51.8 と加藤さんが 5.2 これは 16.2 が56ぐらいの 5.2、うん、56ぐらいかな。なかなか大きい貯金で1回戦がとりあえず朝ピンさんトップで終了いたしました。ただもうあれですね、もう方向性決まったから黒岩さんもいかなしゃあないですね。もうそうですね、うん、黒岩さんもとりあえずは次でできれば大きめのトップが欲しいところ、うん、加藤さんはまあ普通にトップを目指しつつ失点は避けたいところですね。朝、うん、ピンに手が入ったらもう朝ピンにガンガン行くやろうと思うから。そうですね、そこが問題かな。まあその手の対決になった時にアサピンさんがどうするかっていうところが2回戦あたりの見どころでしょうか。降りてそうですけどね。まず安牌ドイツでみんなをチーム、スーソアンコになりましたね。つまらない。皆さん、ツモが効いてますね。黒岩さんがちょっとしんどいですかね、一番。サピンさんは、これはイーソーがかぶったね。かぶっちゃいましたね。痛いね、これ。あんこなとったん。恥ずかしいやつですね。あまりこういうの見られたくないですね、トップ取った次に。お、隠しましたね。次あたり、こそっと。さあ親から連チャンしたいね。いいこれはいいシャンテンね。いいシャンテンですね。キューピン数値層。傘も白のポンテンが入っていると。黒岩さんまだちょっと重たい。まあいいシャンテンはいいシャンテンね。これ三ピンで。受け入れ枚受け入れの種類が広がりましたね。うん、これでローピンから上のピンズとスーソーから上の何引いても、はい、ローソーを引いて、ローキューピン撤廃。あった、スーピンが。これはローピン切りますね。しゃあないね。何、一丁。何、二丁ですね。ペイとパーソー。3900点。これはアサピンさん、なかなか悪くない滑り出し。お母さん、親でちょっと連チャンしたかったけどね、これ。そうですね。あのローピンは1回切ってるだけにちょっと止まらないですね。朝ピンはしめしめさ計画通りってやつですね。やっぱこういうところでね、うまいのはね。そうですね、やっぱりいいところでいいテンパイとハイが入ってはるイメージが、まあ、あの三便泣きもね。そうですね、ちょっと躊躇するかなと。泣かない人も結構多いんじゃないでしょうか。受け入れ枚数的には泣いた方が得ですけども、あれ多分ついてないときはあのポンで親のリーチがパンチになっても積もれるからね。そうですね、短期カンちゃん何でも起こされなんて今のところ絶好調の朝ピン先生で、加藤さんはちょっと統一統一で手が重たく、いい換算数入りましたね、うん、いいシャンテン、うん、絞りますね。これはニャンカンの形ですかね。2245679993ピンパーピン2と9も来てもいいよ。2来ました、ハイスピン切ってリーチ69層リーチペイが1枚、一発があるとちょっと全員しんどくなってきます。さすがに一発はなし。また6球層は枚数どうでしょう、バニーは1枚5 2枚3 4 5枚 4,
4枚山ですね。どうでしょう、短期カンチャンは結構サクッと積もってますが、普通のヤンメンはあサクッと積もった、積もるね。裏が1枚、おっと、ね、これはスーピン切ってリーチいったんで、うん、うまいことチーピンが裏ドラでリーズも2丁いいですね。漫画になってあれはどうなんでしょう、早いんでやっぱりスーピン切りでリーチですかね。どうなんかね、下手したら裏の計算までしてると思うよ。シビアですね、うん、でも3ピン見えてないですよ、うん、使ってそうな。これちょっとこれちょっと後で聞いてみたいですね。でもスーピン切って親のリーチでうまいこといけば周りのお二方もその筋やなんやで降りてくれるっていうこともあるんで、朝ピンさんの親が継続一本場ですね。二本場、一本場。ドラは9ピンです。加藤さんがドラ統一。加藤さんもこれ国士無双気味の手ですかね。ちょっとチートに見えた。染めてますね、ピンズで。照射輪がないので本一気味に。あ、もうでも今のはおびきで照射輪になるでしょうね。そうですね、まあまあ照射輪の本一チーというね、いいピンを、ビャンシャンテンですね、はい、ペイをどのタイミングで抜くかやね。あれちょっとペイを残してるってことは、うん、若干国士無双にも未練が。クレバさんがイーシャンテンですかね。ペイを抜いて、外スーピン、あ、もう決め打ちでブーピン先。これはもう照射輪ですね。照射輪がないですね。メイン本チートイでテンパラズ。おっと、これは数アンコまで一応見えてきましたか。枚数的にはまだ全部、あ、何が枯れましたか。あ、でも泣きましたね。あ、泣きましたね、うん、そりゃそうですね。お、いいチーソーが。これはどうするでしょう。チーピンで一応3層の、うん、テンパイ入りましたね。トン9ピン、これ大きいんじゃん。本一トイトイ、これリャンウソーテンパイ入りました。親のリーチメンピン、リャンウピン、リャンウピンです。リャンウピンね。お、クロヨさん、これ、あ、ね、たったったったバインマンあるんかな。青本いつといとい三発、三発、はい、あった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 。今のところ決勝戦始まってからちょっと黒岩さんがなかなかくすぶってますね。くすぶってますね。加藤さんもここはちょっともう 1,2 回上がってアサピンさんにちょっと差をつけておきたいところですね。2回戦はとりあえずトップ、まあ、次のためにも食らいついておきたいですね。そうですね、うん、ワンチャンス範囲にはしときたいね。どうでしょう、そろ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 アサピンさんが攻めきるか守りに走るかが見れそうですね。ポイントは現在アサピンさんプラス57点、加藤さんがマイナス 5.2。 ワントップ差ですね。そうですね、うん、ウーピンアンコー。黒岩さんもこれなかなかすごい手が。お、加藤さんもあれれれ面白いテンパイ入りましたね。カンパスを今日もカンパチ君1回リーチで上がってまいりましたね、うん。これはリーチまだ行かず、いい街ですね、ローソーカンコナだけに。黒岩さんもできたら陳室に仕上げたい。急走、中走、渡り引いて管理暗走。加藤さんはもう完全にチートイツ。お、パスを重ねた。吸収しましたね。これもどうでしょう、チャンスがまだいっぱいおるから、ペンチースを引いてしまったらチャンスは、あ、2枚か。これでも陳逸
鎮逸は間違いなさそうですね。さすがにポイント的に、お、チートイケメン打ちました。お、9-3-9-3またいい待ちしてますね。これトンなんか引いたら出ちゃいますね。黒岩さん、トンはまだ、トンは2山ですね。ションパイですね。9-9-1そう、黒岩さんはもう全部いくでしょうね、この手は。あ、加藤さんはちょっとミスになりますか。スワンコのイーシャンテンまでいけたと。あ、これはこれは怖い。とりあえずとりあえずチュン、とりあえずチュン行ってほしいですね。とりあえずチュン、はい。まあでももうローソー噛んでもいいんちゃうかなと思いますけどね。どうでしょう、これはこの急走憎らしくなるほどいい街ですね。ただ出やすいけども、ローソー観光なだけに。あ、急走まだ1枚一応眠ってはいるんですね。あ、これでパースは見えへんくなったから。急走積もってローソー観が理想ですが。これでローソー観で、ね。これでローソー観で、あ、出ない形になりましたね。でアンストで天杯取るでしょう。はい、ローソー暗観、シンドラが、なんか、トンが1枚あんなところに。チュンでリーチ、カンディアンソー、これカンディアンソー結構いるんじゃないですか。場に1枚2山やね。あ、あった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 強いね。カンが入った瞬間に裏あった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 裏一枚、裏リャンピン裏一枚、裏ドラにパーソーが、ね、思わずリーズもドラドラ漫画コツ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 と黒岩さん悔しがってるね。黒岩さん今これ親やったんですね。そうそうそう、親。これはつらいですね。2対2の戦いやったよね。そうですね、トーンも1枚めくれたんで、今のところ第三者的なポジションで加藤さんが、加藤さんはこのいいポジションを親でまくっときたいね。そうですね、とりあえず1回理想を言うならば、アサピンさんからちょっと直撃で大きいのを何回か、また国心みたいな、それね、加算多いね。加藤さん国士とチート率結構多いですね。あ、これはエイリアンス入った、本密にメンズ確定したので、とりあえずのシャガンジャストもいるな。黒岩さんが軽い手、サブリンさんもあ、でもこれでいいじゃん、ね、いい手、サブロー9層、リャンプ9層の受け入れが、あっちゅん仕掛け入りましたね。加藤さん、うん、また絵の人ね、あ、ロビン持たず持たず、加藤さんもいいじゃんって何いいもんの仕掛け、おっとサブロー9層生き生きしてますね。もうドラガス、そう、ペーは天杯ないですね。換算ピンリーチと掛け入りました。加藤さんはちょっと言いそう、行きづらいところ。どうでしょう、3ピン3枚いてるね。3ピンさんもサブロー9層はもちろんいっぱい換算ピン上がってちょっとアサピンさんの流れを止めておきたいところですかね。これはただサブロー9層強い。どうだ、チーピンちょっとここ上がっときたいけどね、親連チャンしたいけどね。ドラ怖い、いけた。加藤さん親なだけに辛いですね。これさすがにちょっとしんどそうですね。手が9万ションパイね、ションパイ出品数字で、これはどうでしょう、換算ピンがどこに行くか、怖い怖い。サブロー9層深いですね。深いですね。枚数相当いるんじゃないですか。7枚、1、2、3、4、あと加藤さんのところに九州パーソー、これも怖い。ドラえもん4枚か。どうでしょう、平たくいくならばサブロー9層より黒岩さんの換算ピン、換算ピンそろそろひょこっと顔を出しそうですが、うん、いいピンの暗冠、これはケツから何かありそうな、
どっちかですかね。シンドラが、まずシンドラが何チーピン、ピーシャンハイはチーピン。加藤さんはぐるぐるしてるうちに色が、うん、あ、3ピン出ましたね。あーっと勝ちましたね。フテ、いいハンアップしてますね。リーチ一丁からのリーチ一丁、リーチ一丁、リーチ一丁、これは3900ですか。いや、もう一個です。4200になったんですかね。本番もついて、これはオーラスですかね。ラス、ま、前、ラス前ですね、うん、今何2曲ドラが9万、サピンは竹よりやね。そうですね、黒谷さんも関西を引いてトントン、なんなん、ペペペは抜いて、加藤さんがちょっとしんどいかな。そうですね、加藤さんがそれでもそうですね、ハイパイはちょっと重いですけども、ん、そうでもない、そうでもないですね。カンチーピースポンッと、いいですね。ハイパイもツモもサピンさんはなかなかいいところを見る見るうちに手ができてきます。黒岩さんもこれは本日もそうですね、サピンがいい射程、なかなか白はこれ安牌ですか。安牌ですね。加藤さんが嘘を引き、いいシャンテン、いいシャンテンはいいシャンテンのまま、サピンさんさすがにパーピンを残して受け入れ枚数、これはパーソー、ね、難しいですね、難しいですね、嘘いい、いいチャーソーが、ね、サブローキューソーリャンソ ー, ー, ソ ー, ー, ソー、うん、一番いいやつ引きましたね。四面ちゃん、これは加藤さん困った。キューピンクが行きましたね。キューピン、サブローキューソーリ4枚しか残ってないかな。それでもやっぱりそうですね、自分でいっぱい使ってる分ね。加藤さんがローキュースを引ければと、これはチャーソーそうですね、ただ全部今のところ打ちそうな牌は持ってませんね。サクッと積もってしまうか、黒岩さんがおっと、これは4枚使いありなんで、一応チートイテンパイになりますね。縦コンチートイツウーピンタンキーに取りました。手の変化がある分、うん、テンパった、ね、あ、これはテンパってないか、いや、キュッソーですね。パーソーを切ってサブローソー、サブローソーなのね。リーチ、ピンフ、いきにくいけどキューでしょうか、どうでしょうか。これはちょっと点数的にここで一発上がってバチッといきたいところですが、ペイが1枚、あー、ただ実際薄いんで、おっと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 逆来ちゃいましたね。これはどうするでしょうか。なんかね、なん縦本イペコマンガンか、縦本チビも通ってないね。一緒ですね。これわかんでしょうか。通ってない。なんの暗冠でシンドラかスーピン、お、乗りましたね。かおえっと。まあまあでも、ああなりますわね。そうですね。ローピンはまだ2枚、うん、チーピン通ってるんかと思いつつ、お、これでサブローピンになりましたね。イーピンは現物、あ、チーピンも現物になったね。チーピン今現物になりました、うん、リーチ行きましたね。したどうでしょう、これいけるでしょうか。3ピン結構生きてますか。3ピン1枚生きですね、うん、あ、加藤さんこれ引いてるんですね。
これでパースを切ればサブロー9走。ただこのパースで先回ってますからね。そうですね。でウーソーも切ってるんでちょっとしんどい。ただピンズを払っていくのも怖い。いや払うピンズもないやね。どうでしょう、これは9走ですか。チーソーパースの枚数ちょっと数えて9走で9走でフリテンウーパーソーするとアサピンさんちょっと当たってしまいますが、さあどうするでしょう。あ、ウソ A 段ですね。これウーピンまた当たったって。黒岩さんこれちょっとさっきから逆逆来てますね。ウラトラ当たった、急走あんなところに。3対3ぐらいのはずやったよね。そうです、枚数的にはあんま変わってなかったような。これで2曲親番続行一本馬ドラがいいピンです。これはどうでしょう。オーラスの黒岩さんにドラマが起こらない限りはちょっと頭一つ完全に抜けた感じになってしまいそうです。加藤さん告知早く終わってきたね。もうそうですね、さすがにあの後半戦の1回戦でガス欠なんてあれもあれでだいぶそうそう見れないものなんで、まあ、あの数万個も上がってるしね。そうですねSDA 陣はなかなかちょっとフラフラになってましたがあ、2回戦まではフラフラになってましたがちょっと縦に来てますかね。逆にアサピンさんも横に広くまんべんなく。加藤さんでももうこうなったら展望減らしたくないですね。そうですね、45,000ってまだって言ったらあれですけど、加藤さんは全然あるところですね。黒谷さんはもう親がありますし、まあ、無理していかんでもあの丘がないんで2茶で次狙うっていう丘がないんで、うん、これはもしかしてクイタン入ってますね。クイタン仕掛け、加藤さんはいい手が、これはちょっと全然、あ、テンパイしましたね。リャンピンパーソータンヤオ、加藤さんこれ縦に重なっていってほしいですね。そうですね青はいらない、カンちゃん入ってほしくないなただパーソーが当たるんでパーソーを吸収するっていうのも、黒岩さん1枚使ってはるんでパーソー1枚吸収できればちょっとグッと上がれる確率は上がってくるのかなと。泣いた、あ、仕掛けました。そうですね、これは貫禄ピン取りそうな、取りましたね、貫禄ピンテンパイ変化を9ピン イーソーはいりません。このイーソー、このイーソーもしかして加藤さんのところから流れていきましたね初ポンで、あ、ただチャーソーで、うん、嘘が軽いんだ。加藤さんが日本スワンコのイーシャンテン、どうだ、加藤さんが、あ、当たり牌を持ってきてしまった。そう、ヤンソー、ヤンソーが黒岩さん、黒岩さんの当たり牌、うん、まあまあまあ、とりあえず急走、今のうちにどうなるか。ローソーはちょっと行きづらくなってきてる。タンヤオだけなので埋まりましたね、とりあえず。これはローピン、お、ああ、そうですね、行ってればってやつだね。おっと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 あるある。これはちょっ
と展開が黒岩さん向けに、ただこのリアンさんどうでしょう、3層がもう外してしまってるんですよ、ロースチキンフリテンテンパー入った3層を引き戻せればシャー、あこれはチートイツ数層を押して、お、ビャンソー短期ビャンソーは1枚いてるのかな、ルール的にはダブロン、ね、ああ9万の方、ルール的にダブロンは全然あるんですよね、ダブロンあり、はい、また引き、これはちょっと分からなくなってきましたかね、クレヨさん親でなるべく点数欲しいね、そうですね何回かちょっと 2,3 回パコンと積もれれば全然まだとりあえずイーブンには持ち込めそうな展開にはなってきましたサッピンさんがあのローソーを言っておければってとこですか、ちょっとやっぱりしんどいですかね、うん、あの局面打点もないですし、うん、無理していく展望でもないですね、そうですね、ポイントでもないし、ドラガシャ、黒岩さんが親ですね、ここは上がって装填を少しでも稼いでおきたいところですね、黒岩さんイーシャンテン、イーシャンテン天の選択に、ね、イーショーピン、ローキューピン、ウーパーソー、どれを削るか、ツモギリかチーソー、あーチーソーいったか、枚数的にはちょっと少なくなっちゃうチーソーになりますかね、完成そういうとこ入ってチートイツも見れそうなところ、あたたたたたた、親なんで上がりたいけどね、そうですね、このあーテンパ入っちゃったあたた一ミツミスになりますね、この3ピン加藤さんから出ちゃう可能性も全然ありますね、青がおっと、あ、加算だ、これはサピンさんちょっと換算ピンはさすがにしない、これ青でポンテン入りますね、あ、ポンテン入れず、ポンテンは入れませんでした、うん、面前でできるだけ、おっとこれは縦本チートイツ、チートイツテンポトン短期、ペイもあるんで羽マンですね、イーピン短期ですね、ペイ引いて、これはイーピン短期、オア、キューピン短期、キューピン短期です、これはどこでしょう、全員9ピンが3ピンは空やねんね、そうですね、3ピンは空だよ、9ピン出ましたね、おっとこれは加藤さん逆転ですね、え、逆転にはならないですね、跳ね間までね、ギリギリ2000点3000点ほど足らず、あれ、あ、逆転ですか、あ、逆転ですね、そしてこれで得点がどうなるのかな、朝ピンと加藤さんがちょい朝ピン上ぐらいで並ぶぐらいになるのかな、そうです、黒岩さんがちょっと、うん、ちょっとしんどい展開に、でもまだ、加藤さんみたいに10万点以上のトップを取ればそうですねもう親の時続ければね、全然あるところなんでパスを隠しましたねそうですね、パースを取ってれば、ね、これはどうなんだろう、イスピンで上がれとったかな、ローキューピンを拾っとけばよいしょ、初のポンテンでもまだ間に合ったかもしれないですね、ローキューピンでも上がれとったんかな、ローキューピンもピンピン、そうですね、頭がどうなんでしょう、リーチ行かないとあかんね、青やから、そうですね、ちょっと後悔が残る形でしょうか、ではここまで2回終わりまして次が最終戦となります、スコアがどうなってるでしょう、
おそらくちょっとアサピンさんが、ね、そうですね、2着の4万点オーバーだったんで、スコア的には減らないですかね。アサピンさんプラ50とかですかね。集計がまだ結果が出ていません。一気に進んでおります。最終回出親がアサピンさん、これはもうドラガスーピン、ハッシュああ行かないね。米崎プロは時間の都合でお帰りになられました。子供の時間は終わりました。これからはアダルティータイムです。アダルティータイム大丈夫ですよね、放送的に。露骨に出てますね。アサピンプラス 64.5、 加藤さんがプラス 24.4 なんで、トップで全然まくれるところになりますかね、まあ、トップというか2人の差がっていう話になるのかな。40ポイント、そうですね。3回戦が黒岩さんはとりあえず点数と争点をたくさん稼いで10万点ぐらいあれば、10万点ぐらいあれば全然逆転でもいけるところに。10万ちょっといるね。10万ちょっとまだいるんちゃうかね。12万点ほど、ピンとの差が150あるからね。ああ、これはなかなかなんですか、こういうところでドラマが生まれる可能性もありますので。オーラスの親が加藤さんになりますね。とにかく父さんがイーシャンテン、イーシャンテンね、国士ハイパイからイーシャンテンまで行ってるのも、サピンさんもちょっと手が重くなってきた。チートイツ、イーシャンテン、小岩さんが一番速そうですかね。テンパラス、黒岩さんがロピン入ったテンパイね、イースーピン、イースーピンのテンパイ、スーピンがドラ高めですね。スーピンがでもないやね、ないですね。イーピンが1枚だけ、バと、うん、手で1ピン1枚、3ピン見えてますし、いいテンパイに見えるんですが、うん、そうあれこれもしかしてスーワンコみたいな、もしやもしやの、これできると切りづらい1ピン、落ち着いてギャンソー、そうですね、行く局面ではないですね。うん、今ここでテンパれば、青が引ければ、レアンソーが次出るよ。さあ、うん、切りづらい。レアンソーは切らず、こっちからは出た。ポンテンが入れれてた形になりましたかね、押していれば。1品はまだ生きてますか。1品1枚ね、1枚おるけども14枚あるので、ちょっとワンパイ死んでるかなというところでしょうか。ここにもいかない。上がり目は黒岩さんが1品を自力で積もってくるか、あ、こっちに流れちゃいましたね。これはもう加藤さんも折りですね。これは黒岩さんの1人テンパイで終了になりそうですね。ね、有力です、一人転敗。あそこでイスピンについて1枚しかおらんというのは不幸やね。そうですね、マッチっぽく見える。黒岩さんからは3ピン3枚見えて、うん、ワンチャンスの山にも 2,3 枚を残ってるやろうっていう、いいリーチでしたが、笑い声が
はい、トン2曲流れました。トン2曲、親が黒岩さん、ドラが初です。場合は全員に足り寄ったり、積もし全員積も次第といった感じでしょうか。これから親が流れていくと朝ピンが有利になってきますからね。そうですねこれはパーソー難しい、チートイの受けも残しつつ3ピン切りに、どうしようか。さあこれはシャーシャーはションパイ、さあどうするでしょうか。これは一旦つもぐり9層、あ、決めましたね。そう、もうチートイですね。これはシャーを取りに行こうという短期はシャーで当たった当たった、リャンピン当たった当たったかな。アサピンさんがすごいですね、4枚目のウースをサクッと入れて高めのイーペイコーで、これはヤンウーピン、さあどうなるでしょうか。あーしゃー、ヤンウーピン山に4枚ね、4枚山、黒岩さんがちょっとしんどくなってきましたね。これは時間が経てば経つほどアサピンさんが有利に、初これはパーピンチーピン、おっとこれは話が一気に変わりましたね。パーソーは全部、あ、1枚1枚出てますね。あ、泣きました、6ピンポン、これはどっちでも行きますね。あ、青ドラですねこれ、うそ嘘で、サブローソー、サブローソーは、加藤さんに3枚に僕の3枚2枚山ですね、2枚山、あーウーピン食い取った。食い取ったリッチマンガンですかね、リッチピンフイペイコー、リッチピンフイペイコードライチマンガンですね。これは黒岩さん辛いですね。泣いてポンテン取らなくても積もられていたと。年品積もありなんで、ね、羽マン積も。展望的にはあまり変わりはないですか。一応500点損の計算になります、うん、ただ上がりたかったね。そうですね黒岩さんの親でちょっといい手を、アサピンさんが軽いマンガンくらいの手でサクサクっと、まあ赤ドラなしなんで漫画も別に軽くはないんですけどね。親は回ってトーン3曲、加藤さんが親になります。加藤さんは点数考えるとここで少し素点を稼いでおきたいところです、うん、サクッとペン3ピン、なかなか、はい、サクッとペン3ピンこちらはリーチです黒岩さんちょっとおこですね早すぎやろとスーチーピンが丸山かな。あ、ここ加藤さんのところに2枚ですね。これも 6枚、今日はこの展開が多いですね加藤さん、でももう2人とも落ちてくると思うので結構まっすぐ行くと思うけどね。加藤さんはちょっとうん、いいシャンテンですね。白、とりあえず白くらい。ヤンソー。ヤンソーは何か。ムスジはムスジになるんですか。ああ。スーチピンサクッと詰めました。ね、ピンはありませんね。ビーズも1丁、2丁、2丁ペアですね。マンガンです。思うらペイの3丁ですね。あ、3丁ですね。はい、はい、これで最終戦トンバが終わりました。これから何一曲、まあでも朝ピブまだあれね、これドボンないやつなんで。そうですね、全然終わっても親2人まだ残ってるんでどうなるかはまだ分からんですね。
逆にオーラスの親であればちょっとこの辺りであと2回蹴ればっていう感じにはなるんでしょうが、黒岩さんはあれちょっと酷使いけましたか。いい手入ってますな。いい手ですね。黒岩さんは酷使チートイツ、チートイツのニャンシャンで、加藤さんはまあまあそこまで重たくはない手、ちょっと竹見てますかね、今のところ。これどうするんでしょう。さんはもう無理するところじゃないので、もう横に横に広く広くいってますね。イシャンテン、イシャンテンね、イスピンとカウンソー、ローピン、パーピンあたりを引けばスーローソー払っていってになりますかね。ダイレクトウーソーが展開的には一番嬉しいところでしょうか。お父さんがチートイイーシャンテン、黒岩さんは完全に染めてに、加藤さんはこれどうするでしょうか、うん、本店取れる形にするか、パッピン切りしますかね。ああれ決め打ちですか。パッピン切りも悪くないかなと思いました。チートイイーシャンテンとね、そうですね、両天秤で受けれる形になるんで、黒岩さんが、うん、おっとこれはど真ん中の嘘が入って、いいペーコ一通どちらと、ただ一層が一枚場に切れてるだけかな。いやそうで、いやそうになりますかね。ここは嘘あったあったあっ た, あった、ちょっとダメだな。こちらも3ピンが絶滅危惧種、これは一通決め打ちでしょうか。加藤さんがちょっと寄れてきましたかね、うん、あもう完全にチートイで、ね、おイスピンこれで数層切り、おまだリーチはいかず、おあ正解しましたね。トンチュンの一通確定のリーチ縦本一通、トンが1枚切れてるだけかね。これは一発つもも全然あるところでしょうか。一発つもできればドラマの始まりが始まらず、加藤さんもこれは気になるパーピン引いたのか、パーピンかローピンか、パーピンっぽいけどね、パーピンですかね。ローピンなら多分切ってますし、あパーピン引きましたね。白かパーソーか、白はまだ振り点になるんですね、うん、染めてそうなのでパソリで1、はい、パーソー振り点ゲージもありなんですね、一応振り点ゲージありですね。このパーソーちょっと多いスーピンカメラ目線のスーピンがいましたね。1枚かなパーソーは、これ黒岩さんパーソー引いたら、あっ、はい、たったったったついてないね。これはついてないですね、もう、うん、リーチチートイ一つ、二つね、ペイがダブルね。あ、そうですね、はい、リーチチートイ二つ、はあ、不幸ですね。三山やね、まだそうですね。で、またあの成功したパーソーを打ってしまうっていうのがちょっと辛いですね、うん、際取り直して前回ったもんね。これで今から何二曲、うん、黒岩さん、ラストチャンスのラス親です。西君。ドラカリャンピン。加藤さんが軽い手。朝ピンさんも結構軽い手。黒岩さんが、どうしよう、黒岩さんの敗退が。一応、イーシャンテンの形。加藤さんもイーシャンテン、ウーパーピン、カウンソー、そうですね、オンすれば受け入れも広がります。と黒岩さんもイーシャンテンですね、イースーピンか、イースーピンとウーパーピンのイーシャンテン、白は白切りですね。サピンさんはもうちょっと無理してもここは上がりに行って行きたいところでしょうか。おっとこれは加藤さんのリーチが
パーピン入ってますね。加藤さんこれ何マッチだ。加藤さんは9万短期でしょ、ね、9万短期、うん、まあ、サピンからの直撃で黒谷さん、カンパーソー因縁のパーソーで加藤さんの現物になってますね。ただこれはもう朝ピンは何もいかへん感じになるんじゃないかな。そうですね、難しいですね。朝ピンさんはこれで何もいかないと言うて行く範囲はあるんかな。一応チートイツーのイーシャンテンになってます。スーソーパーピンキュピン行く範囲はそうですね。親の現物の、はい、加藤さんチュンのアンカンドラがシャープ初ヤンソンプレゼントですね。9万は、場に1枚、山に2枚ですね。これはどうなんでしょう。はい、ぬるりとシャウが。パーソンも2枚かな ?2 対2かな。そうですね。ペイを抜いて、スーソムピン。皆さんもイーシャンテンの形に。うわ、でもこれはあ、こっちにパッソー来ました。スーソーパッソーがあと1枚ロッソーとペン。これは9万いました。ちゃんとね、9万、9万短期、ピーズモチュン、ドラドラ、見えない、乗ってなさそう、どうやらいなかったようですね。ピーズモチュン、ドラドラ、マンガンです。黒岩さんは、ここで計算入るのかな。あ、そのままいきますね。何点差になってるのかな。3回戦の点差では2000点ですね。得点的には加藤さん親なんで、あ、B シャープの方ついてましたね、うん、親なんで、まくるまで続行でしょうね、上がったらね。そうですね何も考えずに とりあえずまず上がる、何も考えずに上がり続けることですね。上がるたびに2万5000点ほど差をつけてトップを取れば逆転ですか、加藤さんが。ただ朝ピンは今テンパったんかな、イーシャンテンだ、チートイツ。朝ピンさんはイーシャンテンね、チートイツ、イーシャンテン、ペン3ピンのテンパイ、ペン3ピン、リーチはいかず、ちょっと行っても良さそうな。あ、でもここ行っても多分加藤さんは降りないでしょうからね。そうですね、やったらダマ効くんでこのままで。加藤さん転敗しました。これはリーチ行っても同じ展開になってそうですね。5万4000点なんでどう出るのかね。とりあえず打たないように行くかな。積もられたらまだまくられないでしょう。そうですね、打ったらおっとちょっとリャンソー、まあさすがにいかないでしょうか。ただ打つもんがないですかね、これパサピンさん。じゃあそう、なんか黒岩さんが、加藤さんもいつもに気合が、おっと一応テンパイありましたね。チートイ3ピン、3ピンでテンパり直し。ヤンソーがカンコナだけに加藤さんも2対4ですか、
え、嘘1枚めくれてるね。あ、嘘1枚、嘘2枚めくれてますね。2対2枚数変わらずまさかの。2対2の勝負です。これは、あっ、参りました笑い声が聞こえてきました。いや、決まりましたね。すごいですね決め切りましたね、最後まで。文句なしのトップですね。そうですね。展望が飛び交っておりますこれは強いですね。終わってみれば、終わってみれば、蓋を開けてみれば、加藤さん強かったですね。強かったですね。ここで帰ってきましたので交代させてもらいますね。はい、お疲れ様です。お疲れ様でした最後大きな声聞こえましたけどあのりゃ嘘、あのりゃ嘘、上がれあっ、いや、初め何枚持ってたんです、アソピン。ハイパイアンコですかね。ハイパイアンコでしたね、確かに。4枚目来たんや。そうですね、もともとペルサンピンの2ペルソで、あれペルサンピンの2ペルソで張ってて、一発目のパーピンで一瞬やめたんす。空想の意地こもったカンパス層で、いや、いつで来たー、来たー、なりそう、いっしょ、ロン、3枚来てますからね。はい、はい、まあ後ほど、お話は、はい、やるつもり。アソピン強かったね。おもんない。いや、アソピン、あの、なんか、やれそうな気がしてきた。本当っすか、うん、強かったっすね。ありがとうございます。やれそうな気がするぜ、アソピン。でも、加藤さんに言ったキューピンがあれ、本番やったらどうしようかなっていうのをちょっと考えてたんですけど、まあ、今日の条件やったらむしろなんかその、直撃だけ避ければええんかなと思ったけど、本番やったら多分普通に押すんで、まあまあ、きっと刺さるんですけど。うん、ね、あれ、どうなんやろね、キューピンでも。うん、まあ本番やったら多分売ってるんですけどね。別にまあそのトップから2着で落ちるけど、まあまあっていう感じです。落ちるけど上がった時の見返りが大きいからね。そうですね。行くんじゃない、別にそのラストまで落ちるわけじゃないから、あれぐらいは押すんじゃないかな。で、特にあの1回戦目に結構大きなトップ取ってるからね。あのキューピン落ちても全然俺的にはありやと思う。まあ3ピンは全然自信はなかったですけど、もちろん3ピン、俺持った瞬間、最後の3ピンは俺も打つと思った。なんか当たりそうな気がした。当たってましたもんね、筋やのに。当たりそうな気がしたわ。テンパイは明白やったからね。まあでも、どうですか今日の感想は。いや、サピン君、思ったより打ちやすいっす、このルールは。ね。思ったより。なんか4割に近いから打ちやすいよね、はい、多分。俺らより打点も結構呼んで押せるし。あ、そうかもしれないですね。うん、関西サンバーは違って打点呼んで押せる場面がたまにあるんですよ。そうやね、どこ何枚持ってるとかっていうのも分かるしね、関西サンバーはそれほとんど読めないですけど。確かに赤全赤やったらもうこれ安いなっていうのはたまに読めるんで、なんか一回やってちょっとこう、ね、はい、なんとなく雰囲気つかめてくれた。はい、掴んでくれた。掴みました。よし、まあ、それだけでね、まあそれだけで良かったと思います、はいはい、まあ黒岩くん全然いいとこなかったけど結構手もうあのリーチかけた時とか結構手入って、もうあの直撃したら楽しくなりそうやなっていう。その話はもう後にしようかね、時間も遅いし。そうですよね、はい、僕も浅見くん半分徹夜明けたいもんなんで、来週頑張ってくれ、はい、頑張ります、うん、はい、まあ他にもまだ練習は僕あの個人でもするんで、うん、はい、浅見頑張れ、はい、はい、頑張ります。では、明日はグリーン杯、はい、ね、グリーン杯やりますよ、はい、私また解説できますんで。僕は明日解説なんですかね。俺もや、お前もや。僕はどうなんですか解説。3人解説や。はいはい、まあ、ちょっと頑張って起きてきます。はい、はい、まあ、昼かないから大丈夫いっぱい寝れる。はい、今日はどうも長丁場ありがとうございました。遊びに頑張れ、頑張って、遊びに頑張れ、ありがとうございます。